さあ皆さん、こんにちは、地元松江でね、今、紹介あたりにモルツェルという会社を経営しているのつと申します。今日ね、僕が皆さんにえこうお伝えをしていきたいということは、ですねがっちゃんこが日本を救うっていうね、ちょっと面白いでしょ、こういうお話をしたいと思っています。 現在、えー、僕のビジネス、そしてライフワークは、あ社会課題解決、えー、いわゆるソーシャルビジネスとかっていうのがね、えー、言われますけど、まあ、そういったものをテーマにして今やっています。えー、その現場、今、ゴリゴリ動かしてます、ソーシャルビジネスをですね、動かしている現場あ、そこで実践している中で、えー、A と B というね、全くね、異、え、質、ー、で、 まあこれまで融合したことがない、そんなものをですねこうがっちゃんこする、合わせていくことで、課題解決っていうものができる、そんなふうに確信ができたんで、そんな話を中心に今日はお話ししたいと思います。僕の創業は平成8年、ちょうどね、この島根大学のすぐ近くにあります、大手フランチャイズチェーンのお弁当屋さんでした。 えー、当時ね、えー、僕は20代でしたんで、まあ、どうすりゃ儲かるんやろってね、えー、そんなことばっかり考えてましたあ。当時、フランチャイズの店舗は持ち帰り弁当の専門店だったんですね、持ち帰りの専門店です。でも僕は、フランチャイズルール,ルールを破って、日本で初めて、あったかいお弁当の宅配サービスを展開し始めるんです。 宅配サービスをするとあることにね気がつくわけです玄関口を開けてもらえればそのうちのことが丸見えなんですねえ例えば玄関口に15センチくらいの小さい赤い靴が置いてあればここには小学校上がる前くらいの女の子がいるってことは間違いなく分かりますよねすかさず僕たちはセールスするんですね運動会のお弁当を いかかがですかってねお客さんの来店を待ち続ける商売から積極的にお客さんを探して提案をするそんな営業ができるってことに宅配の魅力を感じたわけですよ日本で初めて宅配サービスを始めてたった1年1年足らずだったななんと僕たちは売上高日本一を記録してしまいますこの島根県松江市でです 全国の平均売り上げの3倍以上え化け物みたいなねお店を作っちゃうわけですおいおいおい商売ってこんなに簡単なんかというふうにね実は若気の至りでねそんなことを思ってましたところがねそうは問屋が下ろさないえたった4年でですねピークを迎えて業績は急降落ですえたくさんあったお店を売却をして なんとかね資金繰りお金を引っ張り出してやりましたがついにはね息子の貯金通帳までね手をつけるそして城山稲荷神社の境内で首を吊る木をね探すところまで行き着くわけです創業から8年え時代はね少子高齢化っていった方向性へ動いていきます 僕は宅配ノウハウを生かして辛うじてその復活を遂げるわけです。それまで宅配サービスそれまでやっとった宅配サービスとは違って安否確認付きの在宅高齢者弁当配食サービスっていうまあ正式名称ですけどね食事の支度が困難になった高齢者や障害者に365日1日2回 安否確認をしながら弁当を手渡しでお届けをするそんな仕事ですいわば食のライフラインです電気ガス水道同様在宅で生きていくためおじいちゃんおばあちゃんが生きていくためになくてはならないねこれ社会インフラなんですねここで島根半島の先っちょにある三見の先って町にそのせっちゃんというおばあちゃんの話をしたいと思います 彼女はね、3年前にとっても、ね、仲が良かった旦那さんに先立たれて、今、一人暮らしをしています。足も悪くしちゃって、買い物や食事、こういった支度ができなくなっちゃったんですね。365日、1日3度の食事は、僕たちがお届けをするお弁当です。せっちゃんちまではです、ね、松江市内から片道30キロ、往復60キロもあるんですね。 ところが、せっちゃん家はさらにね、入るんです。何もない、ね、曲がりくねった山道をです、ね、15分もかけて、せっちゃん,のせっちゃん家の、えー、届けるだけだめにです、ねえー、お届けをすると、当然これね、僕たち大赤字になっちゃうんですね。えー、僕たちは民間企業です。ボランティアではありません。当然、えー、お客さんで、えーえー、すから。まあでもねこれ 儲かかららへんんわけおお断りをするお客さんですでも僕たちが食のライフラインを止めちゃうとせっちゃんは旦那さんとまあ思い出をいっぱい作ってきたそのお家に住めなくなってしまうんですねさあ皆さんだったら皆さんが経営者だったらこの配色止めますか僕はせっちゃんのふるさとを奪うことは でできなかったです、まあ、ある意味、ですね、えー、経営者としては失格かもしれません。僕たちのお弁当のお届けは宅、宅配便業者さんとは違って、ですね玄関口にとどまらないです。玄関口、靴を脱いだ先に広がっている寝室だとか台所、冷蔵庫の中に,中にまでだってお届けをするわけです。宅配をするお家だって、いろんなお家があります。 目の前にね日本海が広がる小さな漁村の一軒家で一人暮らしをする笑顔のかわいいおばあちゃん足が悪いのにねエレベーターのない団地の4階に住んでいる一人暮らしです、ダンディーなおじいちゃんどこから,ねどこからこれ探してきたのかな真っ赤なランドセルをね背負って出てくる認知症を患ったおばあちゃん。 そして僕たちは時折冷たくなった人を発見するそんな仕事です皆さんがすぐそのお家のすぐそばで僕たちは孤独死と向き合う仕事をしています僕たちの仕事は宅配だけではありません毎日顔を合わせますからじいちゃんばあちゃんの体調の良し悪しまた微妙な心の変化 こんなところまで僕たちは知っちゃうんですね。専属の宅配スタッフは誰よりも先に彼らの変化に気づくわけです。そんな重要な役割を担っています。少しでも異変があれば我々はケアマネージャー、ご家族はもちろん救急車だって呼んで対応します。僕たちはあくまで民間企業です。 当然同時に生産性も、ね、求められます急いでるんです常にね僕たちは常に先を急ぐ、えー、時折ね足,足止め食らっちゃうんですそうです、えー、延々と続くね雑談ですおじいちゃんおばあちゃんのこれに捕まっちゃいます <laughs> いつか必ず帰ってくるからって都会に出てった息子がもうここに帰ってこんっていうのよ でね、僕のズボンの裾を引っ張りながらね泣,く出す泣き出すおばあちゃんわっしゃもう胸も聞こえんしゃ明日も悪いっす生きがいもない早いこと住んでしまいたいってね弱音を毎日のように吐くおじいちゃん宅配車両はね、えー、こうやってたくさんのお弁当を積んでお家を回ります、えー、代わりにこんなリアルな時にね重たい えー、話を、ね、たくさん積ん積で会社に帰ってきますこの10年で2倍、えー、独居高齢者は増えましたこの増え続ける高齢者の中で、えー、彼らにね僕たちは毎日食事を届けちょこっとだけ声をかけることしか自分たちにできないそんな力不足を感じつまたビジネスとして成り立たない延辺エリアの配食が一体いつまでこれ続けることができるんだろうな という不安を感じているところに。あるね、大きな出来事が発生します。そうです。三点一一東日本大震災です。僕たちは揺れた翌日、三月十二日にはトラック二台チャーターし。ありったけの食材、え、そして水、燃料。そして仲間から託された、原物資を積み込んで、いざ東北へ向かいました。 約2週間、孤立した高齢者施設を中心に14箇所、食材減援をして歩きました。携帯電話もつながらない、電気、ガス、水道は当然寸断されている、食べ物もない、凍りついたガソリンスタンドには深夜から長蛇の列ができている、海外メディアは日本人は極限の状態になったって、規則正しく廃墟を待つなんて言ってましたけれども、 それってねずっと後になってからの話です実際僕たちがトラックを入れると奪い合い始まりますそして同号が起こりますそして疑心暗鬼が渦巻いていきますもうそのね醜さは二度とこうね思い出したくもないですねこれが現実です僕はここではっきり物流が途絶えた瞬間に全てが 狂い出すんだっていうことを肌で感じましたえ陸前高田では想像を絶する光景を目の当たりにしましたそれはね、3D ナビゲーションえ街並みがね、こう広がってるんですよだけど僕の目の前には3キロ先にある破壊された防潮堤までがはっきり見えるんですよすべて飲み込まれてるんです一瞬にしてすべてを飲み込まれた 砂混じりのの陸前高田の残像は衝撃的でしたつい数日前までえ確実にねここにあった人や家家族団らん思い出の場所までもふるさとが一瞬にして消えてなくなっていたわけですえそんな悲惨な光景を見ながらふと頭に頭をよぎったのは意外にも僕のふるさと島根のことでした 津波で全てを奪われた陸前高田がまるで戦後70年経済成長で若者を奪われ続ける島根と重なって見えたんですねこれはやばいなと思いました時間がないとも思いましただからすぐできることから始めようそう決めて帰ってまいりましたふるさとを守りたい 僕にできることは一体何なんだろう僕の使命って一体何なんだろうなと考えました唯一ねできることそれは一人暮らしの高齢者や障害者まあ弱い人たちにね寄り添い続けるこれが僕たちが僕ができる唯一のことだなとそして物流が途絶えてしまった瞬間に故郷が壊れるということを僕は知ったわけですならば 絶対に壊れないね、人物、金、情報の流れを作り出そうと、そう決めたんです。絶対に壊れない流れを作り出すために何が必要なのか、最初に言ったガッチャンコなんですよ。何をガッチャンコさせるか。一つ目は仕事と仕事をガッチャンコさせる。3.11の後ね、地域小売店、NPO、そして行政を巻き込んで、御用聞き三河屋プロジェクトっていうのを始めました。これは簡単に言えば 高齢者や障害者の皆さんのための何でも屋さんです、えー。僕たちの本業は三百六十五日稼働する配食サービスです、えー。これについでにできることをこうガチャンコしたんです。例えばゴミばゴミゴミ出し、えー、買い物、電球交換、えー、そして、えー、宅配車のね助手席に空いてるわけだから乗っけてあげて、買い物に連れてったり、病院に連れてったりしてあげる。 本来、専門の人たちがやる仕事を宅配のついでに請け負うことで、費用を抑えて持続可能な社会インフラにする、これを目指している試みなんですね。2つ目、アイディアとアイディアのガッチャンコです。僕たちは誰しもスーパーマンじゃないんですね。完璧な人なんて一人もいません。でも、誰にだって得意なこと、自信があること、一つくらいあるでしょう。 何だっていいんですよ別にその違ったアイディアをですねがっちゃんこすることこれでイノベーションや新しい価値を生み出すえ僕は御用聞き三河屋と同時にですね地域課題解決のプラットフォーム運襲獅子会というのを立ち上げていますここには経営者はじめ公務員農家さん美容師お医者さん大学の先生そしてこの間はねマタギっていうねマタギっていう職業の人たちも入ってきました 今ね、達したような100人のメンバーがあー所属してくれてます、それぞれね、専門分野や当然、アイディアは全く違うんです、唯一共通するのはですね、ふるさと守りたいっていうね、思いを持った人たちなんです、互いの強みを惜しみなく提供し合い、補うことで、一人ではできない大きな社会課題に挑戦し、成果を上げつつあります。最後に 僕はビジネスの世界で成功と失敗、たくさん経験してきました。その後、配色では物流の重要性、そして可能性に気がつきました。東日本大震災、ここでは人の弱さ、物流の脆さ、ふるさとの、故郷とっていうものをなくすっていう悲しみを教えられました。ふるさとを守るという呼びかけに、老若男女、18歳から80歳ですよ。 多様な100人を超える仲間が集まりまりした仲間が集うことで大きな社会課題に挑戦し続ける僕は勇気をもらったんですねもしかするとですね本当にふるさとが守りきれるんじゃないかという希望をいただいたんです成熟し人口減少や地方消滅が叫ばれ新しい価値の創造ができなくなった現代の日本に必要なことは 人と人、地域と地域、ビジネスとビジネス、ビジネスとボランティア、まあ、異質なものどうしをがっちゃんこさせるえ一人、一社一社、そして一人一人、えー、その能力には限界がある、しかしそれぞれが繰り広げる小さな営みの集合体がイノベーションの卵,卵なんですよ、これだと確信できます。でもね、万能じゃないんです。 あなたの貴重な能力や能力がアイデアを無駄にしてはほしくないですね持ち寄るんです一つ一つをつないでいくんです、えー、つながったアイデアを組み合わせていくんですね組み合わさった複数の集合体をさらに組み合わせていく例えば今まであ入れることがなかったビジネスとボランティアっていう世界そしてビジネスと共助っていうのもあ入れてないですビジネスとまちづくりも実はあり得てません そこにはですねいろんな言い訳があるんです。成立しているバックボーンの違いがあるんじゃないかとかね、言語が合わないだとか、もうね、言い訳してる場合じゃないんですよ。逃げてはいけないんです。互いを認め合って、互いの領域を学ぶ、そしてガッチャンコする。僕はビジネスと福祉の双方の経験をしました。ビジネスとボランティア、優勝と無償、お金と愛、異質なもの同士をどうガッチャンコするか。ここにですね 持続可能な地域づくりふるさと守りの実現の鍵があるきっと未来は明るいんですよ50年後100年後も誰もが生きがいを感じながら生き生きと暮らすことができる地域づくりに力を合わせていきましょう、えー、ふるさと守りのプラットフォームをですね参加を求めてます、えー、今日は皆さんね僕の話を聞いててくれてありがとう あのこれからも、ね、みんなと一緒に、ねえー、頑張っていこうと思っていますので、えー、ぜひ、ねえー、一緒にやりましょう。今日はありがとうございました